文房四宝文房四宝は、中国文人の文房趣味の一つで筆木すずり紙の四つを、指す。別に、文房四、友という言い方もある。これらは、文房具の中心であり、特に障眼の対象となった。この四つの文房具の中でも、特にすずりが重んじられ、多くの文人にめでられる対象となった。使用しても消耗することがなく、骨董価値が高かったためである。 次に墨、紙という順で、筆は、新しくないと実用的でないので、骨董的な価値に乏しく、愛玩の対象とはあまりならなかった。東大においても、硯や墨の優劣について論じたという記録があるが、南東文化の影響を色濃く受けた、宋代以降に文房四宝が語られることが多くなった。は、形が最も有名であるが、九も、 同じくらい昇願され、墨も九十に名公と評される李朝、李定刑夫氏が名を馳せ、長蛇にもこの地に移ってきた。紙についても九十にて、清志神道氏という極めて良質の紙が算出された。総発には硯、墨、紙について九十は代表的な生産地となっていた。これは、南東の国王である李中ズご主の親子二代にわたる、 工芸優遇政策によるところが大きい。工人に官位を与え法律を優遇したため、優秀な人材が集まり、技術が高度化して優れた製品を継続的に生産できるようになったのである。南陶器の文房四課からは、歴代皇帝に陳徴され、復元が試みられた。また、養母徳、東淳、王陽治む、祖職、米仏、 西条など著名な文人、書家も徴用した。いずれも、古旧博物院所蔵のもの。ありがとうございます。